はい、皆さんどうもこんにちは、秀政です。はい、今回はね、西成の方に来ております。お寿司屋さんに今回は行ってみようと思っております。はい、これね、動物園前商店街なんですけども、この中に、はい、お寿司屋さん、寿司銀さんというね、お寿司屋さんがオープンしてるというのを聞きまして、やってまいりました。はい、今からね、ちょっといただいていこうと思います。それではよろしくお願いいたします。今ね、店内の方に入ってまいりました。お寿司と刺し盛りですね、ご注文させていただいております。それにこれですね、生中でございます。それでは皆さん乾杯します。はい、乾杯、いただきます。いや、めっちゃ美味しいです。冷えててね、生中美味しいです。はい、生がね、美味しくてすぐに2杯目を注文してしまいました。はい、お刺身の方ね、来ました。これが5種、お刺身5種盛り合わせということになってます。めっちゃ鮮度が、光ってますね、ネタが超美味しそうです。で、それではね、お刺身いただいていこうと思います。はい、これですね、盛りでございます。お刺身、はい、めっちゃ美味しそう。ではいただいていきます。いや、コリコリしてめっちゃうまいです。はい、ね、今握りの方が到着しました。はい、これがマグロです。カンパチ、アジっていうことになってます。でね、あのシャリがね、赤酢でしてね、赤いんですよ、シャリがね。はい、赤酢でのシャリになっております。はい、これがね、トロでございます。すっごい脂乗ってますよ、トロ。めっちゃ美味しそうです。はい、ね、今からいただきます。アジですね、はい、赤酢です。はい、アジいただきます。俺の顔。はい、これがね、ゲソバターでございます。はい、すごいね、バターの風味がものすごく漂ってくるというか、香りがいいですね、バターの。めっちゃ美味しそうです。はい、今ね、卵の方注文しました。はい、これはね、アナゴです。アナキューですね、アナキューも頼んでます。で、これがウナギですね。はい、ウナギ、アナキュー。で、これ卵なんですけども、この卵の中にシャリが入ってるという、僕は初めて見ました。はい、今ね、これ茶碗蒸し頼みました。すっごいおしゃれなね、器に入ってます。茶碗蒸しです。ちょっと開けてみます。すっごい柚子の香りがして、めっちゃいい感じですね。はい、蒸すのにね、約10分近くかかるということなんですけども、爪ですね、はい、茶碗蒸しということになっております。はい、いただきます。甘み、すごい甘みが出てね、その柚子の風味とこの卵のね、この甘みというか、こう絡まって、めっちゃ美味しいですね。はい、これがね、鶏です。はい、茶碗蒸しの中にね、椎茸、鶏、エビという形で入ってます。はい、非常にね、これがエビですね、
エビも入っております、はい、それではね、鶏をいただいてみます。はい、いただきます。鶏ね、すごい柔らかいですね。これ、椎茸ですね。椎茸も入ってます。はい、椎茸いただきます。うん、椎茸うまいです。からの生中、もうこれで3杯目ぐらいなんですけどね。はい、一番搾り、はい、生中、はい、乾杯です。はい、非常に美味しいです。はい、ね、今からうなぎの方いただきます。はい、はい、うなぎです。すっごい脂乗ってます。はい、いただきます。はい、見てください、これ、国産のね、黒毛和牛の肉寿司でございます。すっごい脂乗ってますね、これ。肉寿司いただいてみたいと思います。はい、ね、これはね、岩塩。はい、これね、岩塩でございます。はい、これがね、もう肉寿司に合うということで、まあ、ちょっとここへね、こうちょっとこう垂らしましてね、これをまあ肉寿司につけていただくという感じでございます。ちょっとつけます。ではいただきます。うん、めっちゃ柔らかいです。お肉がね、柔らかくてすごい美味しいです。はい、いかがだったでしょうか。今回はね、なりのね、寿司銀さんでお寿司をいただいてまいりました。非常にね、リーズナブル、びっくりしました。お会計の時ね、マジですかっていうくらいすっごいリーズナブルだったんで、びっくりです。皆さんどうもご視聴ありがとうございました。またね、次回の動画でお会いできればと思います。それではこれで失礼いたします。ありがとうございました。失礼いたします。